皆さんどうもこんにちは、その日暮らしすももです。今日は自分で作ったバナナケーキを食べます。はい、これはレシピを YouTube で見て、バナナと卵ときな粉だけで作ったケーキで、ヘルシーかつそのやっぱバナナっていろいろ体にいいと思うんですけど、最近やっぱりちょっと6月に入ったってこともあって、私6月と12月がいっちゃん鬱になりやすい時期で、警戒しなあかん時期なんですけど、やっぱり太陽が少ない、梅雨で曇りの日とか雨の日が増えてくるとやっぱり日照量が減って、どうしても私この時期、みんなもだと思うんですけど、体調が良くない気分も落ち込みやすいから、積極的にそのいいもんを食べなあかんなって思って、でバナナってやっぱりそのセロトニンを作る原材料らしいんですよ。だからもうバナナ食べようって思って、今日出かけてから帰りにスーパー寄ってバナナを結構買ってきました。はい、お母さんとシェアしてたんですけど、今日はこのバナナケーキを食べます。きな粉も、きな粉私の発音が変なんですけど、きな粉もすごく、バナナときな粉はさらに卵ってことでタンパク質祭りやし、もう体に良いこと間違いなしということで食べます。はい、さっき出かけたって言ったんですけど、なんで出かけたかっていうと、今日の休み、平日で休みなんだったんですけど、やっぱ平日休みって最高やなって思って、というのも今日は地元の市役所と市役所の近くの婦人科に行きたかったんですよ。私の前の職場なんですけど、そこの婦人科でまず子宮頸がんのがん検診を2年に1回受けてて、今年もその市から補助金みたいな、そのクーポンもらって安くがん検診が受けれますみたいなやつで、2年2回は受けてるんですけど、で今日ちゃんと病院行って見てもらったら、何も一応卵巣がんも見てもらったんですけど、はい、何も大丈夫ですみたいな。で子宮頸がんの方は何日かその検査の取ったやつを 見るところに送っていて、何か異常があったら電話しますって感じやったんですよね。で前の市役所の近くの婦人科は結構良心的やったんですけど、一回別の婦人科に行ったら、異常があってもなくても、また診察に来た時にしか言わへんって言われて、今通ってる病院やったら電話で異常があった時は連絡しますって形やったんやけど、それが正しいのか、その今の病院が手を抜いてんのか、いい意味では、悪く言ったら手を抜いてんのかもしれへんし、いい意味では診察に行かへんでもやってくれ、よかったから、よしあしなんですけど、今の病院は割とあんま診察に来おへんでもいい感じでやってくれるから、自分には合ってるかなって感じです。うん、であと市役所に何で行ったかっていうと、私今社会保険を今の職場で社会保険に入れてもらってて、今って結構フルタイムじゃなくても週20時間かな、働いてたら社保に加入せなあかんらしくって、だから最近では週4週3勤務の人でも、結構社会保険に入れるみたいな感じにはなってて、いいなって思うんですけど、私前から言ってるんですけど、今の仕事がやっぱしんどいなって思うことが何回かあって、続けたいって気持ちはもちろんあるんですけど、仮に辞めてしまうと国保に入るじゃないですか、社会保険抜けるので。だからどんだけお金がかかってしまうんやろうって思って、一回まだ辞めへんけど、辞めたとしたらどんだけ国保にお金がかかるのかなっていうのを、知ってる状況と知ってへん状況やったら心持ちが違うなって思って、今回その市役所に、ついでにがん検診受けた帰りにその市役所に寄ったんですけど、市役所割と空いてて、すぐにその国保の係の人が対応してくれて、去年の源泉徴収票と、あと自分の身分証明、マイナンバーカードとか免許証とかそういうのでいいんですけど、それを見せたら、も
もしその仮に辞めたら毎月動く方がいくらかかるのかって教えてくれました。で、私去年は6月まで働いてたんですけど、あそこまでやったから、まあ言うて半年働いただけやしたから、源泉の見たら108万しか所得がなかったんですよね。まあもう超底辺やって笑ったんですけど、で、まあ、その源泉を窓口の人に見せて計算してくれたんですけど、私のもし仕事を辞めた場合国保の値段は3800円って言われてそんな安いんやって思って、まあ、安いからって辞めへんけど、でもやっぱり人間ってそのある程度その心づもりがある方がしんどくならへんっていうんですか、その辞める前提じゃないけど辞めたとしたらっていうルートを一応その知っておいた方が私はいいと思います。うん、前の市役所はやっぱりいろいろ懐かしいなって思いました。はい。でそこからはまた御朱印活動してまして、いろいろ歩きまくりました。最近はもうやっぱりデスクワークがメインになったので運動不足にならへんように、休みの日とか結構体を動かすようにはしてます。で、ただ私はただ筋トレをするとかができひんタイプの人やから、どっかに行くお出かけをして気分転換して歩きまくるっていうのが割と私には合ってて、で寺とか神社って割と道、歩いたりするし、結構階段とかあったりするじゃないですか。そういうことで結構足、階段って結構私は筋トレが好きじゃないんですけど、階段を使うことによって自然と脚力が足の筋肉がついてくるので、私は結構筋トレをあんましいひんから、そういうところで階段とか多いところで私は結構筋トレ代わりにしてます。かつその有酸素運動にもなるし、かつその気分転換、やっぱ風景とかが変わるしすごく楽しかったです。でかつその今回結構最近だったらアジサイが結構道端に咲いてきたりしてて、私梅雨がすごい苦手なんですけど、やっぱアジサイはすごくパステルカラーで、結構いろんな形のなんか星型の花びらが星みたいになってるアジサイとかもあるから、そういうの見たら結構なんか気分転換になってめっちゃいいなって思って、今回いろいろ御朱印活動もできたし、地元の市役所で国保のことも聞けたし、がん検診も受けれてすごい良い一日になりました。はい、はい、ということで残りのケーキは後で食べます。以上です。バイバイ。